6日の朝ね、父母はね、その前の日にか、その前の日に買ったものがブドウとか桃とかがあるのでね、田舎の掛けいうとこがあるんです、掛け町っていうのがね、そこへね、母が里ですから、そこへお盆にはね、もうあの頃車がなかったんです、全部軍隊の方で、ほいでもうないから早めに行かないと言うて、6日の朝ね、4時半に家を出たんで、父と母、妹も中区の電話局勤めておりましたしね、私もね、その今の軍事会社へね、ほいで私と妹は7時に出たんです。ほいで私は近所に5分のところですからね、だからその時はまだ家にいてね、後始末をちゃんと弟たちを学校送り出して、ちゃんと2階の方もね、そしてカーテンを開けたんですよね、開けて、黒いカーテン開けて、そしたらピカッと光ったんですよ、ピカッと光線が、そうじゃない、太陽がね、ちょうど目の前に落ちたような、で私の庭にね、焼夷弾が落ちたと思ったんですよ、瞬間。開けた途端ですが、ガラスも開けた途端ですが、ここが火傷して、ほいで、あ、これは焼夷弾が落ちたから、自分の庭に落ちたんですよね、焼夷弾と思った。それで2階は危ないから思って廊下へね、廊下からその踊り場まで下も階段を持って5、6歩走ったところ、もうそれからドンだったんですよ。だからピカドン言うんです、広島の人は。原爆言わない。ピカッと光ってね、5、6分でも歩いたですかね。危ないから2階へおったら、ちょうど私の庭にね、焼夷弾がバッと落ちたり、黄なような青いような、なんと明光線、ここも、こっちはだから火傷してますよね、こう。それでそれっきり生き目になったんです。全然意識がないまんま。それで父母が6時半か7時に帰ったんですと。20キロじゃない、約15、6キロあるね。何か歩いたり途中で乗ったりして。それで田舎のそういう掛けいうところに、山形区の掛けいうところにね、たくさん紙切れがね、焼けただれたんからなんかがいっぱい待っておりたんで。広島は何かあるだろうけどね、何かあったんだろう、爆弾が落ちたんだろう、焼夷弾が言ったけど、どん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 ね、貨物やら荷馬車でね、やけどした人や怪我人が血まぐれの人がどんどん田舎へね、運ばれてきちゃったんですって。ほいで父母もね、自分とこは三笹じゃけ、ちょっと山寄りの方だから大丈夫だろうけど言って、帰るんだけども、車もバスも車もないんですよ。もうどん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 町の人たちがね、血もぐれの人や蝶の出た人なんかがいっぱいどんどん入ってきて、だから12時過ぎには出たんでそうですがね、私の家たどり着いた時は夕方のね、7時半頃だったそうですよ。それでかすかにね、私の名前ね、遠くで読むような、それでかすかに覚えてるんですよ。それが返事はできなかったらしいですよ。ご両親が見つけてくださった、ええ、そうです、そのご自分のお家にまだ下敷きになった、下敷きになったまま、それがね、自分では見つけられんけ、5、6人ね、兵隊さんがね、まだね、おられたそうな、その通り、すいません、ここの中、石が誰かが生きとる、誰かがおるかわからんかって、みんなでね、男の人たちが兵隊さんが来て、そしたら私が血まぐれになってね、もうたるきやなんかのそこに埋まっとったんですと。それからどうされます、その夕方から。それからね、かぼちゃ畑へね、10日間ぐらいね、かぼちゃ畑へね、布団やなんかもちびとったそうですが、それをね、出してかぼちゃ畑でみんなでね、そこで四つ四飲んだんですと。ほいで、1週間か10日ぐらいしてね、ここでじゃまだ、まだ終戦でなかったそうですからね、これ危ないからね、ここ置いたらまた B29 が何回も旋回したそうな、それどうでもいけないから言って、恋の学校へね、恋の学校ちょっと山手なんですよ、だいぶ。そこへね、避難所ができてるいうんでね、ほいでそこへね、荷馬車で連れてってもらったんと。で、私は覚えてないんですがね、ほいで行動やら、学校の行動やら、廊下やらね、もう教室をもういっぱい町の人がね、山の上ですからね、その学校らと、ほいで私らもそこの講堂の一隅へね、父母がね、
あの私も連れて行ったんです。それで父母もそこで生活したんですよ。いえ、このお怪我の手当ては受けられました？怪我の手当はないんですよ。広島市のお医者さんもみんなないからね。遠くから、今日は岡山から3日ぐらいね、あのその救護班が見えるんですよ。7、8人が、今日は岡山から、今日は山口から、いうようなみんな奉仕でね、あのほやから、あの何にもないんです。その頃薬もない、注射もないんです。赤チンいうのがあったんです。それだけをつけてもらうんです。だからね、夜も電灯はないですしね。だからあの治ったのが不思議なぐらいです。赤チンだけでね、手当てのしようがなかったんですと。あのその時にご自分のされたお怪我は、このやけどと、やけどとガラスが80箇所入っとるんです。それで今でもね、あのレントゲン取ったらあっちこっちあるんですと。ところがもうそれはきれいに、その当時海市が三月も四月も出たんですよ、一緒に。もう自然回復ですよ。もう何にも手当てがない。ただ手当てをするのは赤チンをね、上でポッポッと振ってんのだけよ。だから上はきれいでも、下をこうめくったらね、もうね、あの何がね、ウジ虫がザーッと湧いとったんですよ、ここらでも。上はきれいなんですね、赤チンで。ほいでいっぱいめくったら、そこへね、もうたくさんね、あのウジ虫が、みんな、それ私だけじゃないよ、みんな。ほいで私らは、まあ父母がいたからね、あの何十キロでも先に田舎の山を越えて井戸水をもらってを飲ましたんですがね、みんなはないんですよ。町から出てきてね、ほいで埋めて、苦しいよ苦しいよ、水が欲しい、暑いよ苦しいよ言うてね。私のところ父母が田舎から帰ってきたから、まあ私の飲むものとかいうのは、夜間の破れたんや焦げたの持ってって、そのあの何キロか下の方行って水やって、少しずつね飲まされんのですよ。もうこれタオルでね、ここやるだけよ。そういうような生活してきましたから、みんながね、あのほで蚊がいいんですよ。昔は、今のはないけど、蚊をね、蚊帳をちょっと端っこへ釣ってね、私の父母がにしてくれたんですと。ほいでそこへみんなが頭突っ込んでね、水くれ水くれ言うてんと。ほいで初めのうちは父母もね、愛おしきをあげようと、今度私らが飲む水がないやんな。ほいでね、苦しいよ、水ちょうだい水ちょうだい、どこの誰とも名前も分けんな、男と女だけんな。そしてね、あのもう終わりな、水をふて、えらい静かになったね、思ったら、みんな死んどっちゃったですと、バタバタと。みんな飛び口でね、あの今の校庭ね、恋の校庭、穴を掘ってね、遠ぐらい。そこで焼いちゃったんですと。で、焼いてもね、ただ男か女、年もわからん。ほで、子供の女の子、男の子だけ。それもたくさんあったけど、誰も取り来てなかったそうですよ。